早めに投稿です。無防備な背中にぶつけた隙に、ちょっと乱暴かな。あんまりびっくりさせるのも悪いかな。隣同士だし、今後気まずくなったらやだな。そうだ、まずは声をかけてみようかな。やめなさい。ところだし、日陰だからすぐに溶けたりはしないと思う。さあ、そろそろ教室行かなきゃ。遅刻しちゃう。じゃあ、また来るからね。関君。
雪玉もたくさん。